皆さんこんにちは。スポータ太田ヨガライフ、今回は大田区総合体育館に来ています。ここは選手が使うロッカールームです。今回のゲストと関係の深い場所にあります。それではゲストの紹介です。大田区総合体育館をホームアリーナとするプロバスケットボールチームアースフレンズ東京 Z のチアリーダー Z ガールズ&Z ガールズネクストのディレクターを務める風花さんに来ていただきました。皆さんこんにちは。 Z ガールズ&Z ガールズネクストディレクターを務める風花です。よろしくお願いします。風花さんは B リーグでも一目置かれる Z ガールズをゼロから立ち上げ、バスケットボール日本代表オフィシャルチアリーダーズ暁ヴィーナスの初代メンバーを務めるなど、チアの普及に幅広く貢献されている方です。またアースフレンズ東京 Z のチームの一員としても区内の地域イベントや学校訪問などに数多く参加し、地域の貢献でもご活躍されております。チアとしてチームの活動をすることはもちろん、チームの一員としてチームの皆さんと同じぐらい地域の方々とのつながりを大事にしています。チーム創設時からたくさんの地域イベントや学校訪問に参加させていただき、大田区の皆さんとたくさんつながりができました。チームの応援はもちろん、地域の活性化や地域の方々に元気を届けていけたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。そんな風花さんですが、ヨガはやったことありますか？ちょっとだけ。ありますか？3回ぐらいあります。本当ですか？どうでした？なんか自分は体柔らかいと思ってたんですけれども、意外とできないことが多くてプルプルしたので、今日は頑張りたいと思います。はい、そんな、風花さんのような忙しい方でも仕事の合間や休憩時間などでもできる座ったままできるヨガを今日はご紹介したいと思います。普段座った作業も多いので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今回は座ったまま肩周りをほぐして姿勢改善につながるポーズを行っていきたいと思います。それでは風花さん、準備は大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、椅子の少し前の方に足を腰掛けていただいて、足は腰幅に広げていきましょう。はい、そうですね、ちょうど膝の真下にかかとが来る位置ぐらいまで座っていきましょう。はい、背中を長くまっすぐ伸ばしていきます。それでは手を膝より少し前についていきます。背中長く伸ばして、ゆっくりと吸う息で胸を押し出して目線遠く見つめていきましょう。そう、肩甲骨をぐっと引き寄せるようなイメージです。吐く息が来たら、ゆっくりと背中を丸めて目線おへそです。背中を後ろの壁にもたれるようなイメージです。肩すくみやすいのでリラックス、脱力です。吸う息が来たら、ゆっくりと胸を正面押し出していきましょう。吐いて背中丸めていきます。お腹薄くして吐き切ります。もう一度いきましょう。吸って背中周り柔らかくほぐしていきます。吐いて吐き切ったら、ゆっくりと上体を真ん中に戻していきます。ぜひね、この動き3回から5回ほど続けていってください。はい、じゃあね、最後肩甲骨周りさらにほぐして温めていきたいと思います。はい、はい、それではまずは両手肩の高さ、右手が上になるようにクロスします。そこからぎゅーっと肩甲骨の方まで手を歩かせて、ご自身のことぎゅーっと抱きしめましょう。おへそ背中の方へ寄せて背中丸めていきます。はい、いつも頑張っている自分を抱きしめて褒めてあげます。 OK、 吸って上体戻していきましょう。さあ、ここから脇を締めて手の甲と甲を合わせていきます。脇をギュッと締めます。で、少し脇の下広げたら吸って
吐く息ゆっくりと背中丸めていきましょう。もう一度吸って上体戻っていきます。吐いて背中丸めていきます。吸って戻して、もしこの腕の姿勢が辛い場合は肘と肘、手のひらとひらを合わせても構いません。そしてさらにいける方は手のひらとひらを合わせてみましょう。OK、バッチリです。もう一度いきましょう。吸って背中長く伸ばして、吐いてお辞儀するように背中丸めていきます。吸って戻して、吐いて、 OK、 吸って真ん中に戻ったらゆっくりと手を解放して、反対も行っていきましょう。両手肩の高さ、左手が上になるようにクロスして、一度手の指を肩甲骨の方まで歩かせていきましょう。いけるところまでで大丈夫です。背中長く伸ばしたら吐く息ゆっくりと背中丸めていきます。さあ、いつも頑張っているご自身のことしっかりと抱きしめて褒めてあげます。 OK、 それではゆっくりと上体戻して、脇をぎゅーっと締めて手の甲と甲を合わせましょう。さらにいける方、下の手を自分の方に引いて手のひらとひらを合わせます。難しいなという方は大丈夫です。一度脇の下広げて、吸って背中長く伸ばして、吐いてゆっくりと背中丸めていきましょう。肩甲骨を広げるようなイメージ、吸って戻って吐いて背中丸めていきます。もう一度吸って戻って吐いて、 OK、 吸って戻って手を解放していきましょう。今の動きね、3回ずつぐらい行ってみてください。どうですか、肩周り。ここら辺が暖かくなりました。暖かくなりました。よかったです。ぜひ皆さんお家でも休憩時間でもいつでもできるので、座りながら姿勢改善を行っていってみてください。はい、風花さん、やってみてどうでしたでしょうか。はい、普段はレッスンだけではなくてパソコンの作業もすごく多いので、肩こりがひどかったのでとてもためになりました。メンバーとも伝えて一緒にやりたいと思います。はい、とても良かったです。あのヨガは心も体も元気になる要素がたっぷり詰まっているので、ぜひ試合会場でもファンの皆さんとやってみてください。はい、ファンの皆さんもきっと日々お仕事も大変だと思いますし、ホームゲーム会場は笑顔があふれる場所なので、皆さんと一緒にやってみたいと思います。はい、風花さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。YouTube 大田区チャンネルではこのようにためになる情報をたくさん配信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。